私たちはアミンチュを応援しています。みんなでニュースを作ろうよ。面白ネタを投稿してね。キャラが取材に行くよ。知ったかぶりかいつぶりニュース。この番組は個別指導学院フリーステップ、開成教育セミナー、ディアライフの提供でお送りします。知ったかぶりかいつぶりニュースの時間だよ。僕、アニツブリ。私はコイツブリ。そしてレポーターのロボスマホ。応援してくれるのはこのメンバー。よろしくね。そして集まってくれたみんなも僕らの仲間だよ。今回の撮影場所は草津市の矢場石器半島公園でございます。 G が昔プロポーズした思い出の公園よね。ラスコ様、身に覚えもございません。この番組はみんなでニュースを作る番組なの。みんなも面白ネタを投稿してね。キャラが取材に行くよ。毎回抽選で1名様に特製ステッカーをプレゼント。それでは早速ニュースを作ろう。まずはこれから。ニュースびっくりやわへー。ロボ、よろしくね。行ってきます。スマホ。ここは長浜市の国道8号線でございますな。着地失敗。ロボです。スマホ。この辺りにひっくり返ってる信号があると聞きました。信号がひっくり返ってるわけなんや。雨危険、故障しそう。ロボ、本当だもん。驚きでトロロになるもん。トロ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 。雪がよく降る地域では、雪が信号に積もるのを防ぐためにこのように縦なのだそうです。トロロ。知ったかぶりニュースファイル No.9、 ひっくり返ってる信号。知ったかぶりかいつぶりのサイトに登録。ここは甲賀市信楽町でございますな。タヌキの焼き物が多いもん。着地が苦手、ロボ参上。あ、ゲートラにタヌキがいっぱいや。信楽では人間の数より信楽焼きタヌキの方が多いそうです。スマホ。本当かな。確かめに、いざ陶芸の森へ。タヌキロボ発射。やってきました、陶芸の森へ。ここは信楽産業展示館でございますな。この日はほろよい器と地酒展を開催とのこと。早速職員さんに聞いてみましょう。信楽町の人口より信楽焼きたぬきの方が多いって本当ですか。信楽町内の人口の方は約1万2000人です。タヌキの方はと言いますと、年間1年間にどれぐらい作ってると思いますか。答えは
50万体に言われています。ということで、どちらの方が多いかというとタヌキの方がたくさんおります。びっくりやわ。本当だったんだ。知ったかぶりニュースファイルナンバー10、信楽町の人口より多い信楽焼タヌキ。知ったかぶりかいつぶりのサイトに登録。かんぴょうじいの知ったかぶりクイズ。私、司会&回答者のかんぴょうじいでございます。それでは早速問題です。この標識の文字は何と読むでしょうか。はい、私めがお答え申し上げましょう。ここは立東市のジコンゼよ。ナスコ様、ジが答えたかったのに。CM コーナーだもん。さっき遊んでくれへん思ったら、プリン塾行ってたんや。そう、個別指導のフリーステップよ。フリーステップは講師1人が生徒2人を指導するんよ。塾と家庭教師のええとこ取りなんよ。ほら見て、授業の終わりにはテストして、結果に応じた宿題が出るんよ。やったー、すごいな。あ、プリンやっと出てきた。遊ぼう。遊ぶのは宿題が終わってからさ。じゃあら、わしもフリーステップ行く。お電話はフリーダイヤル 0120-59-1060。 まずは資料請求を。おまけのアニメ。4月ついに出た、アド川を守るヒーロー、の巻。やあ、シガッツマン、ちょうどよかった。ゼゼ駅って5回言ってみて。え、いいよ。ゼゼ駅、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 ゼゼ駅。じゃあね。あ、水亀が、水亀が。なんだったんだ。水亀子ちゃんの水亀が揺れるとき、正義の味方が誕生するのだ。シガーチャポン、ローリング。セルフサービス。説明しよう。アド川ハニーの得意技は、可愛いメルアドをたくさん持っていることなのだ。シガツマンに私のメルアド渡しといて。え、意外に清純派で、なんで私が戦えるの。シガツマン。今日番組で採用されたつぶり記者さんはこちら。どしどし面白ネタを投稿してね。キャラが取材に行くよ。それじゃあみんないいかい。明日も夕方6時15分になったら、知ったかぶりかいつぶりニュース。この番組は個別指導学院フリーステップ、改正教育セミナー、ピアライフの提供でお送りしました。幼い日の